はい、皆さんこんにちは、ワンダルウィルビジです。では今回は銀河英雄伝説 4EX、ヤンとラップにフォーカスしたプレイ続きをやっていきましょう。前回は帝国領侵攻作戦ということでね、アムリッツァの攻略を行っていきました。で今回はですね、まずは軍事作戦、発動していきましょう。ボーデンの方に、まあ、もう本当にね、何にしてもそうなんですけども、戦力の集中運用ということで12個艦隊を送っていくという新しい作戦を立案していきます。で艦隊出撃としては、まずは主力となる艦隊、これを選んでいきます。でこの中にはもちろんヤン、さらにラップ、この2人はね、まあ、外せないというところで、残りの方なんですが、まあ、ビューコック、さらに、まあ、入れておきたいところとしてはウランフ、さらにルグランジュ、パエッタ、ムーア、チュン、アップルトン、アルサレムで行くと、まずアルサレムを優先しましょう。でアップルトンを選択して、これで艦隊としてはほぼ全量になったんじゃないかな。まだ選べるかな、ちょっと確認していきます。シトレは残しておきたいので、ムーア、これで10個艦隊ですね、送り込んでいきましょう。アムリッツァの方からは、シュトレ、チュン、ロボスが撤退という形になりますね。で作戦の総司令官は、まあ、ヤンなんですよね。ここがラップがどう思うかというところなんですが、まあ、敵艦隊と遭遇という話ではあるものの、まあ、これだけの艦隊を送り込めばね、仮に敵の艦隊がいたとしても十分に、これをね撃破できるんじゃないかなというふうには思います。あと帝国の方を分断させたいのでね、敵の方でクーデターが起きてくれる、まあ、いわゆる内戦状態に陥ってくれたら、まあ、なお有利にいいことが運んでいくのかなという思いはあるんですが、まあ、そこは一旦保留しましょう。でホールゲンの方には陽動として3個艦隊を出します。でこの3個艦隊の方にはロボス、この辺りを入れておきます。さあアムリッツァだ、アムリッツァに敵艦隊、ちょっと待ってね。そうなるとアムリッツァの方に艦隊を送っていかなきゃいけないものの、今アムリッツァの方にはアイゼナッハ、ブラウンシュバイク、ミッケンベルガー、ヒルデスハイム、ヒルデスハイムの能力もまあ控えめに言ってクソですよね。この中で恐れなきゃいけないのはもちろんアイゼナッハは万能で強いけど、ただアイゼナッハもこの能力値見る限り負傷してるな、おそらく。あ、負傷してますね。アイゼナッハがこの能力のわけがないので、では今ティアマトにいる艦隊、シュトレ、チュン、ロボス、これらを一旦ですねアームリッツァーの方に送りましょう。まさかこんなことになってるとはちょっと思わなかった部分ではありますので、アームリッツァーの方の防衛に当たりましょう。で艦隊出撃、ボーディンの方になんとかね艦隊を早く進めたいところです。ロボスがさ、たまにくだらないこと言ってくるんだよな。パストーレが大将に昇進、それに伴って、ファイフェル、ファイフェルはこれビュコックの副官ですね。今イゼルローンの方に艦隊が戻ってきてしまってるので、アムリッツァーがね奪われてしまってる状態なので、
ここ艦隊を送り込まなきゃいけないんですが、まずはシトレを外して代わりにラップで、ヤンを出したらね、ヤンがおいおいまたヤン功績稼ぐのという形でラップが不満を述べるのは出場なので、ここは一旦ヤンは温存します。15艦隊出せるとなるとな、アムリッツァのにもうちょっと艦隊しっかり出しましょう。で、次のターンでアムリッツァで敵の艦隊を葬り去るというところですかね。で、ここでホルゲンの方にシトレ、ルフェーブル、ビゴックの3個艦隊を出すというロボスの決定なので、これには従いましょう。で、アムリッツァ星系は再び我が同盟軍の占領下に入りました。アッテンボローの軌道が85から86にアップですね。ではちょっと敵の方の士官ですね、確認していきましょう。誰をどんだけ殺しているかというのを確認していきます。アイゼナッハは生きてるか、ローエングラム、ミュッケンベルガー殺したね。ミュッケンベルガーは先ほどのアムリッツァーの方に出てきていた艦隊の中に入ってましたが、このミュッケンベルガーを葬り去ることに成功をしています。まあ、ただやっぱりまだまだね、いわゆる統率力が高い、危険の高い、性能の高い帝国軍の提督たちでいうと、ミッターマイヤー、ケンプ、レンネン、ワーレン、アイゼナッハ、この辺りは非常に危険度が高い。ではボーデンの方に艦隊を出していきない、いきたいので、新しい軍事作戦、ボーデンの方に15個艦隊一応出せる内容で、提案をしておきます。まあ、ここはね、シトレだからこそ、提案ができる内容になるのかなと思います。ではボーデンの方ですね、艦隊を出していきましょう。敵の艦隊いるのかなっていうところがありますけど、でチェーンが中将に昇進。では軍事作戦、艦隊をボーデンに送っていきます。まあ、シトレ以外は基本的に送っていきましょう。まあ、チュンもね出します。まあ、本来チュンはどちらかというと戦闘向きというような提督ではなくて、まあ、参謀本部についているような提督、提督というかね、召喚だと思うんですけども、ここは総力戦ということで送っていきましょう。ラップもね、早く大将に昇進してヤンに肩を並べたいと思ってるはずなんで、ホルゲンの方は一個艦隊、ビコクが撤退という命令が出てますね。アムリッツァーの方に敵の艦隊が残っているっていうのがちょっと意外だよな。で、シトレの方は再び、まあ、敵の艦隊がいるんだろうということなので、ホルゲン星系の方で確認していきます。あとはなんといってもね、占領戦になるので占領していきましょう。ボーデン星系は取ったんですが、代わりにアムリッツァーに敵の艦隊が侵入してますね。
ブラウンシュバイク、ランズベルク、ヒルデスハイムという、まあ、放置しておいても問題はないのかなという数ではあるんですが、まあ、ただ邪魔くさいは邪魔くさいので、パエッタと、ビュコックの両提督を送り込んでいきましょう。ビュコック、まずはビュコックですね。ちょっと数が心配かなというのはあるので、お目付け役として宇宙艦隊司令長官ロボスを投入します。これでアムリッツァの防衛をねしっかり図りましょう。でボーデの全軍撤退の作戦立案がムライから来てますが、これは却下します。アムリッツァの方敵艦隊、さらに1人増えてますね。リッテンハイムが出てきている。まあ確かにね、艦隊の数は増えてますけども、まあこう言ってはなんですが、烏合の衆というか、アムリッツァに入っている敵の艦隊の司令長官はいわゆる門閥貴族と呼ばれる、まあ、カスな人たちなので、一旦置いておきましょう。で、艦隊は続いてビレンシュラインの方へと進めていきます。パエッタが一応アムリッツァに到着してくれたので、これで、さらにねビュコックを出せば、あービュコックはもうちょっと厳しいかな、イゼルローンに駐留してますけども、イゼルローンに駐留してても、まあ言ってもね、消耗した艦隊を回復させることはできないので、一度ビュコックは本国ハイネ戦に戻しましょう。で肝心のビレンシュタインの艦隊の出撃ですが、まず順当に艦隊を送っていきます。で明らかにもう戦えないよねという数に減ってきているものがあるようであれば、あそこは一度本国に戻すという、まあさっきビュコックに行ったのと同じような指示をしていきたいと思います。今ボーデン政権の方にレンネンとミッターマイヤーが入ってきてますね。これルイフェーブルとパエッタだと、まあ正直手に負えない部分もあるかなと思うので、ここはパストレー、ムーガー、アップルトン、まあ、この辺りの艦隊を一旦戻しましょう。で確実に葬り去る。でさらに、まあ、何なんだろうね、ビレンシュタインの方も結局艦隊進むだ戻るだみたいな無駄な動きを、まあ、ロボスあるいはそのロボス一派によって行われることによって無駄な時間を使ってしまっているので、ここはね強権を発動していきましょう。ビレンシュタインまでは確実に取りたいねという部分の話になります。アッテンボローがね少しずつその能力をアップしていってますね。アップルトンも大将に昇進。この辺りはラップを置いていろんな人たちが昇進してますんで、まあ、すごくラップとしてはね歯がゆい思いをしてるんじゃないかなと思うんですが、フィッシャーもここで順調から少将に昇進です。でグリーンヒルも大尉に昇進。おお、そしてドワイド・グリーンヒル大将がついに元帥へと昇格ですね。
で今バーラとオーノーなんですが、味方の艦隊シュトレイが戻ってきましたね。でビレンシュタインまで艦隊進んでるんですけど、ここに入っている艦隊でいうと今5個艦隊入っていて、その他の中域も確認しておきましょう。まずアームリッツァーの方なんですが、リュフェーブルロボスといるんですけども、ルフェーブルはもうボロボロなので一度戻しましょう。艦隊出撃でアムリッツァーの方からルフェーブルを撤退させます。あ、すでにもうルフェーブルはハイネ戦へ戻るという動きになっていますね。ではこの先なんですが、シャンタウ星系へと艦隊を進めていきましょう。軍事作戦シャンタウへ、まあ、ここも10個艦隊程度を想定します。で敵の帝国軍の艦隊の方なんですけども、だいぶ数は減ってきてますね。警戒しなきゃいけないところで言えば第一艦隊の連連艦部、ここは非常に警戒が必要、統率80個ですね。幕僚はライブル、シュムーデ、リュッケといったところになります。今現在、オーディンに駐留中。第二艦隊ブラウンシュワイク、まあ、ここはねほっといてもいいかなと思うんですが、まあ、注意しなきゃいけないところで言えばアンスバッハー、まあ、ここは運営92という能力を持っています。ただ艦隊としての力はねあまりないのかなというところ。でエルラッハーのところもね、まあ、そこまで注意しなきゃいけない部分はないかなと思うんですが、陸戦の得意なレムラーですね。続いてオフレッサ ー上級大将、ここにはクナプシュタインビューロが入っています。まあ、ただご覧のように艦隊としては、まあ、あまり機能していないというところになろうかと思います。続いてメルカッツですけど、ここも艦隊としてはねちょっとあまりあって存在しないようなもの、艦隊として編成されていない。ケンプも同様ですね。でミタマヤの方なんですが、今こちらはオーディンに駐留中で、艦隊幕僚ここ面白いところなんですが、オーベルシュタインが入ってますね。リンザーは陸戦が得意な幕僚です。でクラーゼン、まあ、この辺りもねほっといていいかなと思うんですが、一応ドロイゼンが艦隊の幕僚として入っているのと、マーリンドルフも入ってますね。でシャフト技術大将、まあ、ここも艦隊としては手を成していないんですが、ウリルパルツァーが准将として入っているのと、オルラルシューマッハが入っています。で最後ヒルデサイムなんですが、まあ、ここもね、まあ、艦隊としてはもはや機能していないかなというふうに思うので、一挙にオーディンを攻略する後期がやってきているのかなと思います。で帝国側の、まあ、生き死にの状態なんですけども、ご覧のようにねもうすでにアイゼナッハも葬り去ったという状況になります。アイゼナッハはね先ほどシュトレと交戦して、壊滅させた部分になりますね。では次回ですね、シャンタウ、フレイヤ、そして帝国の首都星系、バルハラ、オーディンを目指していきたいというふうに思います。今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。